会でございますけれども、講師といたしまして北村智則氏を迎えさせていただきまして、講演会の方をさせていただきたいと思います。演題の方は天然同意志入門ということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは北村どうぞよろしくお願いします。ではこんにちは。私は今竹中大工道具館というところで、職種としては技能員という職種になるんですけども、まあ、そういう職種になってまして、実際は今の仕事としては、神戸の方に新しく移ってからは、ちょっと木工室という工作室みたいなのができましたので、一般向けの、イベントとかいろんなワークショップとかそういう方が今メインになってるんですけども、カンナ使ったことない人にカンナ使ってみてもらったりとか、そんなことを思っています。でそれ前は、大工道館に入って大体10年ほどになるんですけども、それより前は奈良の方で、イカルガ公社っていう会社でお寺の新築とか修理なんかを主にやってました。今日はよろしくお願いします。取締役の人もいよいよ頼む人がなくなったのか、ちょっと私にお話が回ってきたんですが、ろくな話ができないと思うので、いろいろそこに砥石を手持ちの砥石だったり取締役の人に書いたりしたのがあるので、またまだ見られてない方は後ででもちょっと見てください。初めに大工道具館の方で昔日照山っていう山の砥石を採掘したり加工したりしている映像がありましたので、まずはじめにそれを見ていただこうと思いますので、はじめちょっとそれを上映したいと思います。砥石は石の粒子に応じ大きく粗と中と仕上げとに分かれています。合わせ度は仕上げ度として用いられます。砥石によって刃先の仕上がりは大きく異なります。砥石が産出する山を総称し砥石山と呼んでいます。京都府府内郡丹波地方にある日照山、標高536メートル、砥石の採掘を始めて100年の歴史を持つ砥石山です。採掘現場の壁面は規則正しい層になっています。この層を層状チャートと呼び、茶色のチャートの層に挟まれた白っぽく見える粘土層が合わせ土の層です。層状チャートはおよそ2億3000万年前、中生代三畳紀に赤道付近で誕生したものと考えられています。2億3000万年前、超大陸パンゲアの砂漠から黄砂が偏西風によって運ばれ海底に堆積、堆積した黄砂の層の上に黄山虫と呼ぶ微生物のおびただしい死骸がさらに堆積し固まることでチャートに変化していきます。こうしてできた層は海洋プレートの移動で運ばれ、マグマの熱に焼かれ、さらに地球内部に沈み込む過程で分断され重なったと考えられます。その後地殻変動で隆起し、現在のような砥石の層ができたと考えられます。また砥石の層からコノドントと呼ばれる1ミリから2ミリほどの動物の化石が見つかることがあり、この化石により砥石の年代や質を見分けることができます。
坑道の入り口は日照山の8合目あたりにあり、山道を30分ほどかけて登ります。採掘は採石頭の石口と補佐役の荒人によって行われます。坑内の明かりは今もカーバイトを使っています。採掘場所は入り口から50メートルほど掘り進んだところにあります。畳10枚ほどの空間が採掘現場です。石口は土で石を叩き、その音を聞き分けながら掘り進める方向を決めていきます。鉱脈の厚さは場所によって十数メートルから30メートルとまちまちです。この層の中にも天井すいた8枚、1000枚、戸前、愛沙、波と本すいた、白といった砥石の層があります。良質の砥石をあらかた取り終えると、先に進むため不要な石を葉っぱで砕きます。これを透かしを入れると呼んでいます。葉っぱを誤ると2億3000万年かけてやっとできた良質の砥石まで吹き飛ばしてしまいます。職人が鐘と呼ぶチャートの層と砥石の層の間にのみを打ち込み、砥石の方が傷まないよう剥がしていきます。これを石打ちと言います。石にはツケと呼ぶ目に見えない筋が入っていることがあります。このツケの有無を音で聞き分けていきます。石口が取り出した石についている不要な金の部分を荒人が剥がし取っていきます。2億3000万年ぶりに地上に出る砥石。砥石のある程度の加工は山で行います。石の中にある筋、つけを探す工程、石鍛え。工場に運ばれた原石は石引きと呼ぶカットの工程にかけられます。砥石にも木の木目同様目があります。優れた砥石でも目に合わせて研がなければ良い切れ味は得られないといいます。原石の目を判断しながら慎重に行います。同時にツケを避けながら規格のサイズに引く必要があります。石引きで形を整えると、次に表面をある程度平らに仕上げていきます。角を落とし表面をはつり取ります。研ぎ面を平らに仕上げるための面付け、ここで平らな面を作り出していきます。面磨きの工程、砥石で表面を研ぐことでより滑らかな面に仕上がります。2億3000万年の間眠り続けた石は、太陽の日を浴び京都丹波産の天然砥石として生まれ変わったのです。今のが、砥石の日照山の映像だったんですが、後ろだけちょっと電気つけてもらっていいですか。
あとちょっとあの砥石山見にあの他にもあの取材に行ったところがあるので、ちょっとそこは映像あの写真なんですけど、ちょっと一回見ていただこうかなと思います。あ、それとあのさっき足立さん聞こえる？あ、聞こえます。ですね、あの途中で、中条の砥石のありがたい、あれは本当はちょっとおかしくてですね、さっきは本口直りって出てたんですが、本当は秀山は本口ではなくて、IC ですね、 IC って言われてるらしいです。砥石とチャート、砥石とチャートっていうのを重なってるのは、本来だったらここにも秀山足谷なんかがその愛し直りっていう形になるらしくて、ちょっと映像が一部間違ってたんですけども、こういう3種類ぐらいあるらしいんですね。これが愛し直りっていうのと、さっきの中し直り、これが愛宕とか滝谷で、あの映像にも出てた本口っていうのが梅ヶ畑とかをあのまあ中山とかあの奥戸ですね、それとか大平、あの愛和谷、高島なんかが本口って言われてます。まあ、だからどうだって言われても困るんですけど、まあ、そういうふうに大きく分かれて、その堆積の仕方が3種類ぐらいあるということらしいです。で、大平山ちょっとあの取材に行ったことがあるので、その写真をちょっと、これが、坑道の入り口になります。同じあの トロッコの線路が引いてあって、同じようにドラム缶半分に切ったので、あの山から下に下ろしてありました。で、これが炉って言って、要するに鍛冶の仕事をされてた、あの鍛冶屋さんの仕事をしてた場所になります。で、あの石屋さんというのはすごく刃物の消耗が激しいので、例えば今はさっきみたいに機械で切ってたんですが、機械の前はこういう手引きのノコギリ、鶴の子だったかな、こういうので作られてたんですね。石を切ってた。で、消耗が激しいので、どんどん減ります。ならまたここを赤めて、あの真っ赤にして、叩き伸ばして、また目立てをして石を切って、また減ってきたらまた伸ばしてって言って、そういう仕事を石を取る人がやってたみたいです。だからそういう炉が切ってあります。さっきとあのこれが、坑道内側から見たんですけど、さっきとの大きな違いは、さっきはほぼ水平にあの石の層があの重なってたんですけども、直角に近いぐらい立ってます、石が。だからもともとは、まあ、海底に堆積した時は当然水平だったと思うんですけど、その隆起した具合かなんかでほぼ垂直に近いような形になっていってます。そこがあのさっきの秀山と大平の大きな違いになります。で、同じようにトロッコがあって、あのダイナマイト仕掛けるなんかあの霧みたいなのがあったり、削岩機みたいなのがあったり、はい、そういうのがあります。で、中はこう十文字に分かれてたりして、どんどん奥へ掘り進んであるみたいなんですけど、こういう西がほとんど立ってます。ほう。で、これが多分都前だと思うんですけど、掘ってるところの入り口なんですが、こう多分こう層が立ってて、今こっちからこう掘ってきて、今ちょっとなんで層狭いのかよく分かんないですけど、ちょっと入り口狭くなって、こう広くなってるところへこう出てきて、ここの砥石の層を順番に剥がして取ってあるんですけど、これがそのこの層をこっちから見たところですね。こう一面に砥石がこう層になっているっていう形になります。これだけ見たんじゃちょっと何かわからないと思うんですけど、これを剥がして、これがですね、水田を掘って張るところの天井になります。ああ、そう見えへんかな。こういう水田の層があって、
多分こっちからこう掘ってきはったんやと思うんですけど、でここを掘って、ここがあの要するに大きな部屋みたいになってて、今はねここから覗いて上天井を映しているところ、これを横から見ると結構あの広いなんかドームみたいになってます。これもこの今上に見えてるのがこの壁ですね。壁と天井が映ってるところ、もう一つよく分からんけど、まあ、そういうところです。はい、これは壁の方が広く映ってますね。これが壁、この辺が壁があって天井にすると層が見、砥石の層が見えてるっていうところ。これはあの高島って書いてありますけど、あの京栄土井さんの工場に貼ってある写真なんですが、やっぱり貼ってます、あの高島も。でああいう削岩機でこうはつり取ってるとか、へがして砥石を取ってあるというんで、結構硬いらしいです、あの層にはなってるんやけど。でさっきみたいにあの1枚ずつにチャートが挟まってないので、あところどころにはチャートがあるらしいんですけど、結構砥石の層があってチャートがあるっていう形になってて、あっちにもあのそのちょっとチャートの見本もあるんですけど、これが高島です。これがあの高島で取れた砥石をあの工場に置いてあったのをちょっと取らせてもらったんですね。でちょっと今まで次があの青野って言って露天掘りの青戸のところです。亀岡市の、もともとはあの一番最後まで青戸掘ってはった人があの岡本正治さんという方なんですが、そこでちょっと取材に行った時にちょっとあの病気されてあの一緒に山上がってもらえなかったので、ただ山崩しただけみたいに見えるんですけど、まあ、私にはそれしか見えないんですが、実際はここで青戸を掘ってはったというところですね。ただ私はどれが青戸でどれがただの、 あの石なのかが見分けがつかなかったんで、あの坑道、もともとは坑道掘りされてたんですけど、今はこういう、でこの辺が青戸なのかどうなのかが判別がつきませんでしたけど、まあ、こういうところで最後はこのパワーショベルというのかユンボというのか、ああいうので青戸を取ってたというところですね。だからその岡本正治さんが辞め最後だと思うんで青戸取られてた、今はちょっと青戸ダム誰も取ってない、採掘してないと思います。もともとはこれ村の山らしくて、昔は村の人、この同じ村に住んでる人だったら誰でも取れたらしいです。で取れた分 の、 割合に対して村にいくらかずつお金を納めて、で取ってはったらしいです。もうこれ掘った後で何が何やらわからんで、山を崩しただけにしか見えないんですけど、でこれが砥石山に落ちてた、おそらく青戸だろうと思うんですけど、こう、いてて、割れて、細かい割れが入ってます。で、仕上げ、京都の合わせ砥石も、この青戸も、結岩っていうらしくて、薄く剥がれる特徴があるのが結岩っていうらしいんですけど、前にここでも講演していただいたことある、京都教育大学 の、 名誉教授の井本先生によると、合わせ砥石は砥石型形質結岩とおっしゃってて、まあ、形質をたくさん含んでる結岩、青戸は岩放散中形質結岩って井本先生はおっしゃってるんですけど、そういう薄く剥がれる性質があるというので、そういういててしまってバラバラになりかけてるもんですね、これが。でこれパカッてやったらすぐボロボロになりました、簡単に。はい、で加工場、これが青戸掘っておられた岡本さんという人の加工場で、ちょうど冬場行って中で焚き火してたので、いぶされてるんですけど、煙っていうのはそのせいです。部屋の中で焚き火してたので、でこちらの方はさっきは面付けまでしてたんですけど、岡本さんはもう引いて四角にするだけで問屋さんに出荷してはりました。だから面付けはされてなかったです。で一回病気されたので、もう実際にこの私が取材に行った時点では砥石を掘ってなくて、昔掘った石をちょっとリハビリ兼ねて向こうで引いて作ってたっていう、そういう状況の時に伺ったんですけど、これがまあその引かれた石ですね。でこの状態で出荷されてました。
次、さっきの大平山ほら出た石原さんの工場です。全体はこんな感じで、まあ、さっきの映像と基本的には一緒なんですけど、製品が、もう原石が置いてあったり、もし切ったり面付けしたりした製品が置かれているような感じになります。で、ですね、まあ、これが丸ノコですね。さっきの丸ノコとこれが円盤というあらかたの面付けするのと、ここが磨くところですね。工場としてはさっきと同じ形になって、でこれが、もう切って面付けまでしてあったかな。これが製品で、こっちが原石、これから面付けしたり成形したりするのが山のように置いてあります。丸の方があって、原石があって、これが結構立派な内曇りの板でしたね、はい。でこれが砥石にはレーザー型とか、6型とか24型とか、まあ、いろんな名前ついてるんだけど、それ の基準になる硬い板です、はい。これに合わせて砥石を作っておられるということですね。まあ、規格外ももちろんあるんですけど、でこれがその砥石道具ですね。タガネとか、これハツリとか、そういうのがきれいに整頓しておいてあります。これはタガネリ、こちら土っていうのがハツリっていうのが、はい。でこれが円盤で面付けの方で、実際にはこれ、ここ今は面付けしてなかったんですけど、まあ、写真だけで、これが、まあ、要するに鉄板です。で、まあ、金板で刃を研ぐみたいな感じで、金板やったら混合車使いますけど、これが茶目すきって言って、大村堂のちょっと柔らかいのみたいなのを、研磨台にして砥石の面付けをされる、一般的にはされてます、はい。これが茶目すきって言って、そういう大村堂みたいなのの柔らかい部分、ちょっと粗くて柔らかいのかな。で、なんか水につけとくと柔らかくなるらしいので、こういうふうに水につけておいてありました。茶目すきとか言ってるんですけど、で面付けですね、これが面付け、面磨きか、面磨きで製品にされているという、はい。あと次、京栄砥石さんでもちょっと写真撮らせてもらったので、同じように引き場があって、まあ、同じですけど、こう丸の棒で引かれてます。でこれが同じ円盤になりますけども、これ同じように茶目すきっていうのを置いて、この面付けされてます。ここからちょろ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 水流しながら、はい。でここが面磨き、京栄さんの面磨きの場所になります。映像以上で、はい。映像は以上になります、はい。では次に、すみません、あんまり話したこともないのでですね、まあこうやって私、まあ、大工させてもらって、今は大工道具の職員でやってるんですけども、まあ、かえって大工道具館の職員だって、いろんな外国の方とか、中国とか韓国とか、あるいはヨーロッパの大工さんとか来てくれて、いろいろ外国のことも勉強できて、最近ではまあ良かったなと思ってるんですけど、特に日本で大工してて良かったなと思うのは、まずは森林資源に恵まれてて、まあ、大工さんとしては特にヒノキがあったこと、はい、これが良かったかなと。二つ目が
砂鉄っていういい鉄が取れて、それを使いこなすあの素晴らしい鍛冶屋さんの技術があったことで、最後になりますけど3つ目が京都を中心としたあの地域で良質の合わせ同士が取れたこと、これがまああの日本に生まれてよかったなと思うことです、はい、やっぱりあの今言った木、まあ 木だけとは限らないんですけど、まあ、あの砥石使うのは、まあ、刃物を研ぐとかそういう鉄とかその大いろんな木工の技術とかはそれぞれが関わり合って発達してきたので、例えばものすごいいい鉄が取れても研げないと使えないですね、当たり前だけど、だそういうのが相まってあのどんどんそういういろんな技術が発達してきたんだと思います、はい、だからヨーロッパの刃物なんかは結構甘いのが多いです、まあ、あのそれはヒノキとか杉みたいな柔らかいのを使わずにあのオークとか日本でいう奈良みたいな木を使うからかもしれないんですけど、結構甘くてなかなか返りが取れにくかったりとか、多分砥石のせいもいろいろなことがあると思うんですけど、まあ、そんなんがあって、はい、本当に砥石があってよかったなと思ってます、はい、でそうですね、はい、でちょっとこっちで説明します。であとさっき言ってたあの鉄が、まあ後でまたすみません、あの見てくださいね、ここはあの砥石の原石があって、あの大平なんかは結構こういう板波がいいっていうのが結構同じ厚みで綺麗なのが取れたりします。でこういう川、これはあんまり川ないですけど、こういうのであのさあの見る人が見ると産地とかよく分かったりするらしいです。これが大平の水板になりますけど、でこれがあの刀剣とか研ぐのにすごい大事な内曇りって言われるもんで、まあ、大工さんとか普通の職人さんはそんなに使う機会は少ないかと思いますけど、内曇りで、あとこれが都前になるのか波とかその辺は私判別できませんけど、こういう川が残ってる、これも大平ので、それ以外もいろいろと敷かれてきてるん でこういう綺麗な形もあれば、これあの 若さがみんなこんな形とは限りませんけど、結構こんなあの綺麗な板ばっかりとは限らないので、あのこういうのだと多分砥石にするのが難しいというか、あんまり大きいの取れないので大変だと思います、まあ、若さでもちゃんとしたこういう板はもちろんあるんですけど、こういう皮の色とかこういう厚みとか、はい、そう山によったり、その山でもまたその取れた場所によって違うらしいんですけど、でもちろん大きいのもあれば、これも綺麗に皮ついてるんですけど、こんな可愛らしいのまでもう。あの人間の都合で砥石ができてるわけじゃなくて、自然の都合というか、まあ神様がそう考えはったか分かりませんけど、でかい板もあればこんな可愛らしいのもあると、はい、でこんな綺麗な形のもあれば、まあ、あのもう好きな形、あの好きな形のもあると。でこれはちょうど多分ここ削岩機かなんかでガガガガガガってあの掘ったあたりだと思うんですけど、ちょっとここ丸くへこんでます。でこれがあのちょっと変わっあの珍しくて、あの手引きの砥石で切った跡が残っています。またよかったら見てください。これはあの大平の石原さんが、これは大平の石で石原さんから借りたもの で、こういうふうに層になってますから、こっちとこっちとこっちをあのノコギリであの手のこで切ってあります。まあ今だったら丸のこで切りますけども、手のこで切った細かい筋が残ってます。でこれがと青砥になるんですけど、これも手引きの跡が、これは京平さんからお借りしたんですけど、手引きの跡があって、こちらは青砥は、仕上げ砥はこういうふうに順番に堆積したように使います。だからこっちの面が木でいう板目というのか、でこっちが正面になるんですけど、青砥は、正面に使うので、本当はあの堆積したのはこう堆積してるんですけども、普通はこう起こして、ま、あの正面木でいう正面で使います、はい、でここが面になって、要するにこっちは割れやすいので、こういうナタで割って、ここにナタの跡がついてるんですね。そういう作り方をしてたみたいです。で、さっきあの血眼薄く剥がれるっていうので、これもあのその青のであのちょっともらってきたやつなんですけど、細かく割れてこうパカッとあのいてて、冬は寒いのであの辺はあの凍っては多分割れたんだと思います。でこれもあの石原さんのとこで
お断りして、あの山の見学行った時にちょっと分けてもったんですが、こうあのあそこもすごい寒いとこなのでこうバラバラになってしまって、はい、でこういう特徴から血岩って言われてるらしいです、はい、でこれはあの自然に割れたんではなくて、これもかあの割と見る人が見たらかっこいいんですけど、ピッピッピッと、はい、面あの皮ついてて、でこれはそのやっぱり層になってて、あの弱いあの柔らかいところですね、接着が、そういうところをこう高値で鍛えるというらしいんですけど、こういうふうにして例えばここの面が良くないとこは時は例えばこうやってやって次のいい面が出たらいいんですけど、これはちょっと傷だらけでどっちにしてもダメなんですが、こういうふうに割れやすい、ただどこでも割れるわけじゃなくて、やっぱりその割るときはその接着力の弱い面があるらしくて、そこを狙っていきます。全然ちゃうとこ行くとバラバラになるかもしれません。だから自分の意思ではやらないように。でこれがあのチャートって言われる、まあ、砥石にならない、砥石と砥石の間に挟まってる硬い放散柱が固まったらしいんですけど、そういうもんです。であとはまあこう呼び名、あのこれは模様とか色で呼び名なんですね。特にあのなんかナマズのお腹みたいなんでこういうナマズって言ったり、赤いのだったら赤ピンとか、そういう、まあ、色で分かれてるだけで、あの分かれてるだけでというか、まあ、そういうふうに言われてます、例えばあの梨の皮みたいなやったら梨地とかで、まあ、ちょっと少ないけど、まあ、こっちの方がいいかな、なんかレンゲの花が咲いてるみたいだったらレンゲとか、そういう、はい、名前がついたりしてます。ただ選ぶときは、まあ、例えばレンゲだから必ずいいとも限らないです。その辺が難しいんですけど、まあ、ただあのこういう白とかナマズとか赤ピンって言われるのはちょっと柔らかめが多いです。で赤でも締まってるようなのは普通色物って言ったりしてるみたいで、その辺の差がちょっと私もよくわからないんですけど、まあ、色である程度の硬さがわかる場合もあります。で普通は、であとは砥石の傷ですね。まあ、砥石選ぶときにあんまりこういうのは選ばない方がいいですよとか、まあ、なんかいろいろ問題ありますよというやつなんですが、普通砥石の層は一般的にはあのさっきの皮ついたこう、まあ、あの原石のようなときにこうなってて、一般的にはあの大抵層とこの外の皮のが一緒になってるんですけど、たまにちょっとあの鎧っていうらしいんですけど、こう斜めに、なんでそうなのか私わからないんですが、斜めに堆積しただであろうなのにこういう形のものがあって、あのその見本がこれなんですけど、おそらくなんですけど、こう色の模様が斜めに入ってます。でまたただこういうトマエとかこういう系統はそんなに問題ないかもしれないんですけど、問題があるのはこういうスイタ、はい、スイタっていうのはまあもともとはさっきのあのずっと砥石が重なった絵が描いてあったと思うんですけど、球状図かな、あれである部分の層の名前なんですね。スイタっていう層があるんですけど、だから巣があってもなくてもスイタなんですけど、普通はそこに巣っていうガスが抜けたらしいんですが、そういうこれがスイタなんですけど、ところどころにこの巣って言ってなんかガスが抜けた空洞みたいな気泡みたいなのがあるんですね。でここへ来るとあの研げないというか、ジャリ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 して使えないので、
例えばこれなんかだとこの近くになってくるとここにいっぱい傷が出ます。でその時はもう一番も持ってる一番粗いとしてゴリ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 そこまで下ろして使えばまた使えるんですけど、そういう作業をしないといけません。ところが吹田でこういう鎧になった場合は必ずいつでもどこでも巣がある。例えばここに巣の層があるとしたら、これが巣の層としたら必ずここで巣の層があるので必ずゴリゴリするというのであまりお勧めできないです。これがそういう一つこの吹田の鎧になっている見本です。全部皮ついてるとちょっと見分けつきにくいですけど、まあ、当然ここにその巣の層みたいなのが 出ますから表面に、まあ、それでわかると思うんですけど、でこれは本当の鎧かどうかわからないんですが、これも多分吹田だと思うんですけど、ここにこう斜めになった外側の付けというのか皮があるんですけど、これに並行してこの巣の層があるんですね。こう巣の層がだからこれも必ずどこでもこう巣が出てしまうという、これが鎧、これも鎧かな。京平さん鎧でいいのかな。まあいいですか。多分ね、まあそういうのこういうのはあまりとにかくどこでも巣があるので、ちょっとこういうの使いにくいというか、はい、あまり良くないです。こういうのはちょっと気をつけた方がいいという。ただ全部皮だと分かりませんけど、こういうふうに切ってあればはっきり分かりますから。はい、で、で私はこういう巣が入っているのが吹田やと思ってたんですけど、一番高級品の吹田は巣なしの吹田というのがあって、巣が入ってないけど吹田の層というのがあるらしいんですが、ちょっとそれだと私は吹田なんかどうか見分けがつきません。まあ、砥石屋さんに聞いてみてください。よし、で次の動画気をつけないといけないのはこの筋っていうんですね。これ茶色い線が入ってる、まあ大抵入ってるとキレイなのはもちろんないんですが、こういう茶色いこういう筋ですね、これが研いでて全く触らなければ、研いでて何もガリッとも言わずに刃物もキレイになれば何の問題もないんですけど、たまにこういうとこでガリッといったり刃物が傷ついたりこっち気づいたりすることあるんですけど、そういうのはちょっとだからこういう筋もはちょっと注意必要ですね。であとは当たるのではゴマっていうのがあるんですけど、黒いつぶつぶ、それも当たるのと当たらないのとあります。でそういうただしゴマとか筋であってももちろん全面こんな筋だらけはどうしようもないんですけど、これこういう部分的に筋があって、ただしこの砥石の質がすごく気に入った場合、これはすごくいいんやけど筋があるとかちょっとゴマが当たるという時は掘ります。こういう石用のタガネでこんな感じでゴリゴリゴリっと、こう仮の筋がこう入ってたとしたら、タガネかなんかでこう掘ってそこだけへこみますけど、そうすると別に使えます。だから1本や2本ぐらいだったらそうやって掘ることもできます。あとするとガメって言ってキラ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 光るような、これなんかこれがガメかどうか分かりませんけど、すごいしっかりした傷がここに入ってるんですけど、これも掘ってます。これは、ね、結構硬いので大変だったんですけど、まあ、例えばこの砥石が本当に良かった、いい質だなって思うような時はそうやって掘って使うこともできます。それ以外にこういうカラスってすごくなんか、品物としては人気あるんですけど、このカラスはあんまり黒い濃いカラスの場合は当たる時あります。当たるっていうのはね、そこだけ硬さが違うというか滑るような感じがするというか、
だあのカラスもだ今日はあの砥石の日で、あのみんな砥石で見れるので、とにかくあの砥石欲しいなって思う人はとりあえずとにかく砥石見させてもらう。今日はちょっとあの飛ばしてもらえる日になる。だからもう自分で確かめるしかないです。今言った筋でもその黒いゴマでもこういうカラスでも研いでみて違和感がなければもちろん問題ないんですけど、なんかちょっとここだけ滑るなとか硬いなという時はそういうご自身で買う時に注意してください。でゴマとか筋は掘れますけど、それ以外のものはちょっと対処できないと思います。こんなんでこの黒いのが当たるから出たら結構研ぎにくいものになります。それ以外にはあとこういう缶、こういう輪っかみたいななんか模様があるときで、これも薄い輪っかならいいんですけど、結構これ濃くて、あの水に濡らしてるとね、結構あのメタリックに光ります。どういうわけか、多分金属のなんかがこう染み込んでると思うんですけど、濡らすともっとはっきりこう出ます。でこれなんか明らかに滑ります、ここで、はい、だからこういうのはちょっと気をつけておいた方がいいです。あとはもうこれは、あ、そうか。で、普通あの水田なんかは、さっき言ったみたいにこう層になってて、まあ、仮に巣の層があればそこだけガリガリ落としてればいいんですけど、ごく稀にあのゲリラみたいにところどころ巣が出てくるのありますけども、それはちょっとどうしようもないですね。そこだけちょっと、これもちょっとこの辺だけ数が出かかってるんですが、もうここだけ掘るか、ここ使わないようにするか、そういう形になると思います。割とね、あのヤギの島の水田なんかは時々こういうゲリラみたいなのが出るときあるんですけど、で割とこっちには巣がないんですよね、どういうわけか、はい。であとこう横が見れるときなんかは、あんまり途中で色の変化があるかないかよく見ておいた方がいいです。で色が変わるっていうことは、あの硬さが変わっている可能性もあります。で例えばどんな砥石でもですけど、例えばこれすごく気に入って買ったと。でこの層はすごく良かったけど、使ってると感じが変わるときあります。ただもうそれは多分事前に分からないと思うんですけど、まあただし明らかに色が違ってるとかなると、その硬さが変わったり何かが変わったりするかもしれません。でこれなんかこっち結構きれいなんですけど、こっち結構こうブツブツになってます。で横から見ると下から1センチぐらいとこにブツブツの層があって、そこから下が完全になんかちょっと質が変わって、なんかブツブツみたいな、なんかこういう黒っぽい粒が入ってるっていうのもあります。それぐらいかな。これはちょっとした見本なんですけど、おそらく水平に堆積しただろうと思われるんですけど、なんか力がかかったかなんかでこんなにふにゃっと曲がった層になってて、はい、これはまあ鎧ではないでしょうけど、こういうふうにそういう、まあ、石になる過程でいろんな力がかかってこのふにゃっとなったような、そんなんもあります。まあ、研ぐのにはここに来るとここなんか隙間空いてるんでよくないでしょうけど、そこまでは十分使えると思うんで、はい、養生か、はい。で、あと砥石の養生ですけども、さっきの石はいてて、この見本ですね、バラバラになりましたけど、こうバラバラになってますけど、いてなくてもバラバラになることあるので、それは多分まあ、もともとその砥石が柔らかいとか硬いとか、柔らかいほど風化が進んでます。だから砥石もだんだん風化が進んでって、もともと硬い石だったのが風化が進んでいって、適度に風化したのがちょうど
研ぎやすい石だと思うんですね。で、なんか山の中にはまだ硬い石はいっぱいあるらしいんですけど、硬すぎて多分使えない。で、どんどんこうやって空気に触れたりしてるだけでも少しずつ風化が進んでます。ものすごいゆっくりですけど。で、で養生としては使う時の注意としては本当はまあ漆かなんかが一番いいんでしょうけど、ちょっと私は漆が使えないので、あのカシューのクリアを塗ってます、これ周りに。で横から水、これがね1回目はちょっとかなりとか少し薄めて、いや薄くしてしゃぶしゃぶにしておいて中によく染み込むように、で1回目塗って、2回目はそのカシューをほとんど薄めずに2回、大体2回塗りでしてます。でこういうふうに養生してます。そうすると水が染み込むのを防げて、割とでなおかつこの層も見れるので、特に水田なんかでガリガリ下ろすときなんかはよく分かるので、どこまで下ろしたらいいかというのが、でクリアで養生してます。であとはきれいな四角いこういう砥石なら、無理にこういう木の台をつけなくていいんですけど、熱いうちはね。で薄くなってきたら当然割れやすいですから、やっぱりこんな形でなくても、ただの板でもいいんですけど、木の台つけてあった方が安定します。で特にもちろんカッコのガタガタするとか、こんな面白いのわざわざ買う必要はないんですけど、面白かったのであるんですが、形としては面白かったので、でこんなんはもう当然ガタガタして研げないから台つけてますけど、こういう台つけた方が特に薄いのなんか割れにくいのでおすすめです。で台の方も木の方も、私は木の台にしてるんですけど、濡れたり縮んだりしたら動くので、一応こっちもカシュー塗って、貼るのにはコーキングで貼ってます。普通の削ろう会の香川塗料とかが初め貼ったのかな、分からないですけども、シリコンコーキングで、でこれは変性シリコンって書いてあるのは、なんか後で色が塗れるらしいんで、普通のシリコンだと色塗れないので一応変性にしてますけど、別に普通のシリコンでも十分です。だから適度にクッションがあるので、砥石が割れにくい、木が万が一動いたりしても、でこういうのがいいみたいです。難しい質問困るんやけど、何かご質問ありますか。分からなかったら砥石屋さんに行きます。別に、はい、ちょっといいですか。はい、大工さんって自分の道具は、はい、自分のものを使われると思うんですけど、はいはい、砥石も自分のものを集めてる部分があるんですか。そうですね、集めるか集めないかは別にしても、基本的に大工道具とか砥石は個人持ちなので、個人で使うので必要あれば欲しく集めるというか買うことになると思います。はい、他よろしいですか。砥石のね、はいはいはい、今日照山の、はい、あれ見せていただいたんですけども、はい、聞くところによると非常に柔らかいというのかな、そのいわゆる新しい山で、はい、で例えばアルカの製本なんですかね、製本なんですかね、ああいうその天然砥石は非常に伊手山なんかに比べると古いということで硬いというようによく聞くんですよね。でそういった場合ですね、いわゆるアルカの砥石で研いだ場合ですね、もう砥石が真っ黒の砥石が出ると、はい、で真っ黒の砥石に水をパッと打つと、その砥石がパッと水面に浮いて、現れると。ところが日照山なんかの場合は、下にドロッと残っているとということは、それだけ、研いだそのキメが非常に荒いんじゃないかということをよく聞くんですけど、で丸川の場合はそれだけ硬い砥石だから、きめが細かいから水の上に正面にちょっと置くみたいな、そういうことをよく聞くんですけども、ただ砥石を
一丁同じぐらいの厚みの砥石を、まあ、買われた場合に、日照山で、まあ、仮に30年使われたら、マルカの場合は、まあ、50年なり60年なりもっと使えるんじゃないかというようなことをよく言うんですが、そういう点はどういうことですか。砥石が新しい古いのは分からないです。その2億3000万年か5000万年前にできたらしいんですが、多分それは多分硬さとは関係ない。新しい古いというのはその昔を掘ったということ。いやいや、その山に堆積岩ですよ。はいはい、堆積岩で、まあ、何十億年かの間に堆積されて、はいはい、でそれが固まったやつですね、はいはい、で、まあ、日照山の場合と、はい、まあ、今の中山の場合比べた場合ですね、はいはい、その中山の方がはるかに古いと、はい、古い文化堆積をした年代が古いというようなことを聞くんですけどね。だから、うん、砥石自体が非常に硬いと。ちょっとね、そこは私は分かりませんけど、硬い柔らかいっていうのは風化の進み具合じゃないかと思うんですけど、それとかなんか、まあ、本に読んだらですけど、なんか花崗岩がマグマが上がってきた熱変性を受けたりとか、どうたらこうたら書いてあるんですが、ちょっとすみません、その辺は分かりませんが、確かに石によって硬い柔らかいがあって、まあ、それは中山でも硬いのがあれば、柔らかいのもあるし、ただ相対的に言うとその日照山の方が柔らかくてキメが荒いとかはあるかもしれない。はい、ただ砥石、はい、砥石ですね、はいはい、砥石が、まあ中山で砥石の場合は、まあ、黒い泥臭が出ると、はい、ところが日照山で採れた場合は泥臭い砥石というようなことで、はい、まあ砥石のその木目の粗さが全然違うというようなことをちょいちょい聞くんです。一般的にはそう言われてますけど、はい、実際には中山だから全部黒い石が出るかどうかちょっと怪しいと思ってますけど、はい、ただ確率としてはそういうことは言えるかもしれない、はい、で実際に東門西門という言い方もあって、その愛宕山から東の方がいいと、まあ、その中でも中山がいいとかいろいろ言われてるんですけど、砥石を選ぶ時の一つの目安にはなりますけど、実際には一個一個みんな違うので、中山だから研ぎもせずにこれがいいから買っとこうとかいうのはやめといた方がいいと思います、はい、少しでも研げる方は実際中山であろうが日照山であろうが研いでみて、納得して、あ、やっぱりこれはあかんなと思ったら仮に中山でもやめといた方がいいし、日照山でも気に入ればそれでいいのであって、はい、ただ先生も聞きますのはね、はい、カンナの実とか、はい、もうちょっと硬いもの、はい、例えば小刀とかね、はいはい、そういうものを研ぐ場合には真っ赤がいいと、はい、ところが日照山の場合はまあ包丁だろうなと、こういう、はい、一般的にはそう言われてます、はい、で包丁はまあいわゆる人造の砥石に使おうと天然に使おうとちょっと柔らかめというようなことを言うんですけどね。柔らかめの方が包丁に向いてるってことですか。向いてるから、そうですね、はいはい、私なんかも経験上は包丁とかこう例えば斧とかのみとか丸のみとか平らに研がないものはちょっと柔らかめな砥石で研いでます。でカンナとかの実なんかはちょっと固めの石で研いでます。で特にカンナとの実でもカンナの方がちょっと固めの石で私は好きです。はい、ありがとうございます。いえ、でなぜまあもともとその山によって粒子の差はあると思うんですね。細かい粒子の山もあればちょっと粗めの粒子の山も実際はあると思います。でなんで、あと一つはその、まあ、砥石の選ぶときのあれなんですが、ちょっと目もどこ置いたかな、そこか。はい。いや、今おっしゃったのと一緒なのかもしれませんけど、砥石の選び方ですね、まずというか、はい、本題の。まあ、あまり決まり聞きすぎてて、なんともないですけど、分かりきったことですけど、まずは大きさと形。で最近は削ろう会とかいうすごい上手な人でも割とストローク短く研がれるので、普通これぐらいやったら多分寸八まで研げると思います。そのストローク短ければ、でレーザー型かちょっと大きいぐらいで、はい、
で自分の 研ぎたいものに合わせて砥石の大きさがまず決まると思います。あとは懐具合の予算と、はい、であともちろん大金な研ぎたい人はもちろん大きいのもいるやろうし、で大きいのを研がないのに大きいのを買った場合はこの面直しっていうのがすごい大変になります。やたらとでかいのはあの適あまあ普通のあのこんな大きさやったら問題ないんです、そんな問題ないですけど、あのそれ以上大きくなると今度面直しっていうのがすごく大変になるので、 あえて大きいのを研がない人はそんな無理に大きいのを買わない方がいいです。まあどうしてもこの砥石の質が好きだって言って買うのはしょうがないんですけど、はい、まずそれが一つで、私なんかはあのカンナの貝先をここにこう当てて使うので必ず一面は平らな方がいいです、うん、私は、はい、だからあのこんなある意味こういう変形というか自然の石なんかちょっと使いづらいとこもあります。まあこれでも平らに近いとこあるのでこの辺で研げますけど、それとあとはさっき、まあ、おっしゃってたような砥流の粒の大きさと硬さと研磨力ですね、問題は。で例えばこの砥石を面直しするのに中砥で私は中砥で擦るんですけど、中砥で擦って結構硬いのに研ぐと研磨力がある石は柔らかく感じます。柔らかくというかかかりがいいっていうのか。でこれで中砥で直した時に結構柔らかいのに刃物を当てると硬く感じる、研磨力がないのはそういう硬く感じる時もありますから、これはね私はもうそういう科学的なこと全くわからないので数値でどうとかわかりませんけど、だから例えばこういう中砥とかで擦った時の硬さと実際に刃物を当てて研いだ時の硬さはちょっと感覚的に違います。中砥で研いで硬いの、これを擦って硬いのが必ずしも研いだ時に硬く感じない場合もあります、はい、その辺が難しいので皆さん買う時はもう必ず研いでみてください。であとはさっき言ってたこういう傷ですね。で普通はまあ傷のないのが一番良くてそれを買えばいいんですけど、どうしてもこれが気に入ったとか時はまあその傷を自分で処理さえすれば使えます。でかえって傷のある方が多分砥石屋さんちょっと値引きしてくれるか安くしてくれるんで、ある意味お買い得、その掘ったりするのが手間でなければになります。はい、で柔らかめの締まりのない石は、まあ、ちょっと私最近あんまりいろんな人の研ぎも向いて見てないので分かんないんですけど、前結露会の会報にその研ぎ方書いてあったのを見たことがあったり、道館でに今包丁研ぎやってる山田純さんっていう、あの方今包丁研いでますけどある意味研ぎ物の名人で、道館の千代鶴コレヒデという名工品があるんですけど、多く山田純さんが研がれてます。であとはそれ以外の工藤さん、去年ここで講演していただいた大工さんの工藤さんとか、二人研いで反応を道館で見せてもらって、まあ、自分も近づきたいなと思ってやってるんですけど、仕上げ砥石の場合は大体名蔵をかけてその研ぎ汁で研いでるような感じです。で仮にこれ6000番の砥石だとすると、仮にですけど、柔らかい石はどん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 砥石が減るのでずっと6000番のままなんですね、言ってみたら。でほどほどに締まった石は仮に6000番としても適度に石が石英らしいんですけど、その研磨剤になってるのが適度に潰れていくので8000番になったり1万番になったり1万2000番になる可能性が多分なってると思います。はい、だから刃先がきれいに仕上がるっていうか細かく仕上がる、はい、で今度反対に硬すぎる石は、もともとの粒子はちょっと細かめかもしれないけども、細かいとは限らないんですけど、
結構上滑りして溶けないんですね。歯がつかない。で、仮にこういう名蔵で粒出して研いでも、研ぎ上がる前に名蔵の細かい粒が潰れてしまって溶けない。研ぎ上がらないみたいで、だからその適度に硬すぎず柔らかすぎず自分に合った硬さの石っていうのを探すのが難しいと思う。でその時にまた刃物も関係あって、その地金が柔らかい鋼、あの地金使ってあるのか、極軟鋼みたいな、ああいうのみみたいな鋼ともまた違うので、それで多分その刃物との相性とかそういうのが言われるんだろうと思うんですけど、だから極軟鋼なんかののみなんか研ぐ時はちょっとあの柔らかめの石で研ぎますっていうのはそういう意味です。はい、ちょっと人数多すぎて多分後ろの人見えないと思うんですけど、ちょっと研いでみますね。普段どうやって研いでるか。で、またあの見えない人、また2回また後でもやりますから、ちょっとすみません。適当に後ろ立ってもらうのは構わないんですけど。で、あの結構なあのよく慣れた人ばっかりみたいなんですが、まあ、あまり研ぎもされてない方もおられるかもしれないので、ごく初歩から、あの大工道館で刃物研ぎ教室みたいなのをやってるんですが、本当にあのこれから研ぎ物を始めようっていう方もおられたりするんですね。でそういう人にまず言うのは、まず砥石の面を平らにするっていうことを言ってます。で、私の場合はあのよいしょ大丈夫、ベスタの700番と同じのを同じ時期に3丁買います。で、3丁すり合わせで平らにしてます。こすり合わせて平らにする。だから3つともあの同じ砥石でないとあかんし、1個だけ500番とか1000番でもあかんし、硬さが1個だけ硬いと平らになりません。だからこうやって順番にやってて、だからなるだけ同じ時に山頂買います。それでも誤差はありますけど、天然砥石はまあすごいもう硬いのから柔らかいのまでもう様々であれですけど、人造砥石も結構一定じゃないです。あの一定な作ってほしいんですけど、で言ってるんやけどやっぱり難しいみたいです、一定するのがね。で平らにしたら流してやって、で三丁をこすり合わせて平らにしていきます。でさっき言った山田純さんとか、東京の三軒茶屋にある土田刃物店っていう道具を売らない道具屋さんで有名なとこあるんですけど、その方たちは2丁の裏表でやるんですが、私はできません。2丁の裏表でその名人の人はできるんですけど、私はできないんですね。なんでかっていうと、2丁の裏表でやった場合、こうなってこうなった場合はそれ以上治らないような気がするんですよ、私はね。ただし名人の人はそれでやってるので何かコツがあると思うんですけど、その人たちはそれでできるんですが、私はできないので、そういう三丁すり合わせでやってます。で三丁で最近あの大工さんの中でもあのこういうダイヤモンドで面直しする人が多くて、あの、まあ、一丁で済みますしね、簡単なんで。で、これがあのツボマンのアトマっていうメーカーになるんですけど、で元々はこういうアルミの台に替え刃式って言って、こういう両面テープであのこのアルミの台にピッと貼ってあるんですね。ほんで普通はこう貼って売ってるんですけど、別々に買います。でなんでかっていうと、この台がこれもちゃんとしたの売ってほしいんやけど、微妙に精度が悪い、微妙に悪い変な言い方ちゃんと精度が出てない。でこれを平らに直してから
貼ってます。でそれもね、今最近こう全面張りっていうのが出たんやけど、昔は3箇所しかテープが貼ってなかったんですよ、こういう。だから、どっかの道具屋さんが言ってくれたんやと思うんだけど、全面張りにしてまずこっちを直しといて貼るようにしてます。で最近はなんかこれはもともと純正品じゃないけど、こういうアルミの台みたいなのに、これも平面一回確認して平面出して使うと、まあ、一つで面直しができる。これもで中目と粗目と用意したりして、こういうのでとりあえずまず砥石を平らにします。まあ、やり方は各自好きなのでやってもらったらいいんですけど、大工道具館なんかは広い研ぎ場作ってもらって砥石並べられて研げるので、そうやっていっぱい砥石があっても大丈夫なんですけど、大工さんなんかで現場でね、現場で仕事する人なんかそんな砥石何丁も持っていけないと思うので、で普段はちょっとすみません、しばらく天然砥石は出てこないです。最後に出てきますからしばしお待ちください。これと普段は砥石並べて喜んで研いでますから、いっぱい砥石がいます。でこれで、まず砥石の面直しから、もうほとんどとにかくしょっちゅう直してるのでそんなに狂ってないです。はい、もう一丁とうどごとに直してます。カンナだったら。のみの小さいのなんかやったらこっちで研ぎ、こっちで研ぎって3回ぐらい研いでますけど、3本ぐらいは。でこうやってねじくれてないかとか時々見ながら。でも普段は確認してません、平らになってるかどうか。ただもちろん自信ない方は、自信ないというかあんまりされてない方はもちろん確認されたらいいと思うんですけど、はい、こうやってまあ、これほとんど一回直してきてるんでそんなに狂ってないと思います。でこれでしておいて、きれいに流してやって、よいしょ。でカンナの場合は最近こういう安い照明付きのルーペあるんですけど、これで見てみると角度がおかしいけど、使い終わったのを見るとこっち側が特に減ってるみたいに見えるんですね。でこうやって見ると先まで見えるんですけど、こっちは先が影になって見えない、光の反射の具合でね。でこうずっとこかしていくと見えるっていうことは、その分だけ丸くなってるの違うかなって思ったんですね。で実際少し乖離が出ただけで仕上げまでいったら時々先まで研げてないことがあるので、ちょっと裏もちゃんと研いだ方がええんちゃうかなって最近思ってます。でもちろん研ぎすぎたらベタ裏になるんで、その辺の加減は難しいんですけど、で私はこう名蔵っていうか粉出して研ぐのが大好きで、大好きってかええと思ってるので、こうやってちょっと同じ砥石同士をこすり合わせてちょっとだけ粉を出し、研ぎ汁というか粉を出しといて、まず裏からこれ3000番のWA の、レジノイドだったっけ、高温で焼いてるやつです、3000度の。でこれで裏はちょっと研いでおきます。でなんかちょっとピッと変え、わずかに変え出たか出へんかなぐらいで、はい、今ぐらいで、これぐらいだったらそんなにベタ裏にすぐにはなりません。すぐにというか多分そんなにはベタ裏にならないと思います。これぐらいなら。でそれで、これが400番のちょっと固めの石なんで、なるだけもう本当にちょっと硬いので、これも、DC の400番でこう特層をしっかり出しといて、もう研ぎ汁で研いでる感じにします。あんまり押さえつけなくていいです。研ぎ汁出してるんで。もちろんカンナはしっかり持って、
最近老眼で。あの前は旋盤でやってたんですけど、どうも時間かかるような感じがして、でなるだけ砥石全体を使って真ん中だけ減らんようにしながら、もうで最近はしっかり返り出すようにしてます。もうしっかり、あんまりあのちょこっとでいいという人もいてはりますけど、私はしっかりで、これで粉が潰れたらまた吸って、これでしっかり出ました。しっかり出たので、で次は今度、これがね、山陽砥石の4千刃っていう、あの焼いてないし、なんかセメントが固まる原理で固まってるらしいんですけど、焼いてないのは何やったっけ。だからこれあの私は好きなんですけど、あの水の中につけっぱなしにしたら溶けます。あのシャープトンと一緒です。でこれでちょっとだけ裏研いでいます。これは割とそんなに減りにくいので、あの面が狂いにくいので、この時点でそのあのこの砥石が全部刃先まで当たってるか確認します。で当たってない場合は、そこだけ研げてないことやから、どっかに問題がある。今はどっかに問題があります。当たってない。でカンナって裏出ししますでしょう。で裏出しした時に、まあちょっと今逆さ向いてますけど、糸裏とか刃先によく砥石が当たるように裏出しするんですけど、ここ叩いて、まあ、こうピッと曲げて、ここがよく砥石に当たるようにするんですが、研いでいくと少しずつ戻ってきます刃先に。だから刃先にだんだん砥石が当たらなくなってきます。でああいう状態で確認して、あこれちょっとうまいこといってないなと思ったら、砥石に先まで当たってないなと思ったら裏出しします。あるいはちょっと金盤でちょっと軽く押すか。で今これは、刃先に砥石が当たってませんが、今日は金とか持ってきてないので当たったつもりにします。本当だったらここで金とかを使って裏出します、うん、で金盤でいきます。で次旋盤で、まあ、当たったつもりね、今つもりで、とにかく私はこの粉が好きなので、こうやってちょっとだけ出しといて、で仕上げに行くほどちょっとストローク短くしていきます。最近削ろうかにする中でも結構ストローク短く取り出してるんです。ただし砥石はやっぱり全体減るようにこう使ってやって、砥石何種類も使えますけど、砥石の面が合ってるとそんなに長く研がなくても多分いけると思います、うん、でまたすぐちょっとだけまた仕上げと当てて、でもう3000円かけて もうこのまま仕上げていくとそんなに変わらないような気がします。はい、普通はちょっとかけます。まあ普通どうでしょうか。いつもやってる通りだと、まあ、これはここは飛ばしてもいいかもしれないです。こうやって3000かけて、もうこの、山陽の4千までも仕上げてしまいます。
帰りも取れるとこまで。でまあこれでも十分切れます。ただそういうと今日のね、せっかく天然砥石なのにも振らないし、普段もあのちゃんと天然砥石最後からしますからそれ通りしますけど、まあ一応ルーペで見てみると、まあまあまあいい感じ。あの帰りとか残ってると先がチラ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 光ったり、先だけ砥石が当たってないとやっぱりちょっと分かるんで、あの私みたいに目の悪い方にはおすすめです。本当に簡単に見れますから。もうここであかんときは天然砥石かけても絶対ダメです。もう、はい、でこれで、まあもちろん名倉もこういう対馬名倉とか三河名倉の、これは中名倉で、まあ、駒名倉とかでこういうのでやったらいいんですけど、これは友名倉、さっき の日照山の石やと思うんですけど、これでちょっとだけ、はい、でこうやって名倉でちょっとだけ特装というか閉じるを出しといて、で一回きれいに拭いて、だからあの水つけすぎてべちゃべちゃにするとすぐ閉じるが流れてしまいますから、その辺のうまいこと合うように、で今まではあの砥石がのつら狂わないように砥石全面使ってたんですけど、天然砥石の仕上げとだけはもう、そこだけ減ってもいいので、そういう全面的には使いません。でこうやってやって、あの要するに言ってみたらこの刃先だけ溶けたら切れるわけなんで、ここでこうやってそのちょうど刃先が当たってるところら辺にだけを使って研ぎます。で、変な格好になってますけど、要するに仕上げに近づくほどこう縦に直角に研いだ方がよく切れそうなので、結露会の解放にも誰か書いてたので、こう最後はあんまり、はい、だから今こっち向けにこう研いでるんですけど、でこの出た研ぎ汁で今度裏を研ぎます。はい、カンナの場合は、今右側はちゃんと裏が当たってないので多分ダメやと思うんですけど、傷も入ってますけど、まあはい、普段は観音の場合はそんな感じで、飲みの場合はもうちょっと柔らかめの石で、研ぎ汁層真っ黒というほどじゃないけど、まあ結構そんな感じになります。あのドロドロにはならないっていう、はい、で観音の場合やと最近これ使ってて、はい、そうだ、飲み、すみません、飲みの場合ですね。なんで最後ちょっと仕上げだけ、
普段より高いのと机が揺れるのでちょっとうまくいかないですけど、その富永村に使ってる名倉は、うん、はい、同じ石のものがいいのか、はい、それより粗いとか細かいのとか、それに適した石ってあるの？そうですね、まあ、もともとこっちが、柔らかい場合は名倉ほとんど使わなくて済むので、まあ、どっちかというと名倉使う石というのはちょっと固めになると思うんですね。固めっていうほどじゃないかもしれんけど、だから私の考えでは、友名倉の場合はもちろんこれよりも柔らかい石で、なおかつ研磨力のある石がいいです。ただね、ズルズルの石でやってみたことあるんですけど、やっぱり石英の粒子が含まれてないかなんか知らないですけど、やっぱり特素が出ただけでは研げない。やっぱりやっぱり研磨剤が必要みたいで、これは日照山なんですけど、まだ割と研磨力ある石なんで、名倉がもう柔らかければいいって分でもないみたいです。はい、じゃあその同じ石のかけらでやるよりは、それより柔らかい石でやった方がいい。私はそう思います。もともと本当に柔らかければ名倉使う必要ないので、使う必要ないかな、まあ、使ってもいいんですけど、だから私はちょっと柔らかめにしかいいかなと思ってます、はい、あるいはちょっと粗くて、多分こっちなんかはちょっと粗めで、多分 こっちの石を削ってやってるんやと思うんですね、まあ、これも当然溶けてますけど、はい、だと思うんで、はい、さっきのちょっとまあ分かりづらいですけど、こっちの方があまり黒い汁出てないんです、はい、ちょっと柔らかい石で溶いてるんで、あんまりこのぐらいしかできないんですけど、何かありますか？すみません、最近の基本的なことですけども、うん、アラトと中とは天然、いや人造ですね、はい、私が今使ってるのは、はい、それは水につけますね、はい、で普段私は何もしたいんですけども、うん、使う前にどれぐらい水につけておく、それと仕上げ砥石は水で使わないですね。砥石 の下準備というか、天然砥石の場合は仕上げ砥石ね、はい、使う前にやっぱりしばらく水にジャボッとはつけません、私は。ただし使う前にちょっとこうやって濡らしといてやって、多少は染み込ませてます、はいはい、それと人造砥石の場合は作り方が3種類あって、ダイヤモンド砥石別で、はい、普通のこう焼いてあるので、さっき言ったのはビトリファイド法っていう作り方が、まあ、3つあるんだね。で1つはビトリファイド法とか言って1000度以上で焼いてる砥石があるのね。それが多分これとか、これなんか1000度以上で焼いてるので、そういう研磨剤っていう砥石の元になるものと、なんか陶器とかの上薬、要するにガラス質のものを混ぜて焼いて、ガラス質のものが溶けて砥石の粉がついてる。でこれは水につけっぱなしにしても大丈夫です。で、まあ、もちろん使う前に例えば10分ぐらいつけといたら多分大抵水吸ってくれるので、すぐそれで使えます。で、多分私とか大工さんなんかは、でこれね、特によく水吸うんですよ、そのビトリファイドって言うか、はよく水吸うので、さあ飛ぼうという時に乾いてるとよく水吸うのですぐ溶けない。はいはいはい、だから大工さんとか研ぎたい時に研がんと、そんな水染み込むの待ってられへんから、大体こうつけとくとかしてます。次がほんでレジノイドっていう、なんか砥石の研磨剤と、なんか、まあ、プラスチックじゃないと思うけど樹脂みたいなのを焼いて、多分200度とか300度ぐらいで焼いたのがあるんですね。それもまあほどほど安定してるので、まあ、つけてもいいんですけど、多分つけなくてもね、それすぐ溶けます。あんまり水吸わない、キングの S1 とか G1 とかあの辺、まあ、あれも5分ぐらい水つけといて大丈夫です。だからせいぜい5分か10分ぐらいで、一番取り扱いが難しい。